このままじゃね、日本どころか世界のエンタメが終わっちゃうと思うんです。僕はこう文化事業をとにかく支えてきたし、これからも支えていきたいと強く思ってます。一日も早く皆さんと一緒に盛り上がりたいんですよ。はい、と YouTuber の川松慎一郎です。5月23日土曜日この動画を撮っていますが、昨日22日金曜日ですけれども、小池都知事がいわゆる出口戦略というようなですね、ロードマップのあり方というのを示しました。その中で細かく施設類型でですね、この施設はいつからとかこの段階からみたいなことをずっと書いてきたんですけれども、そればっかりやってるとこれ経済活動だとか文化事業とかみんな止まっちゃうんじゃないかという心配をずっとしているんですね。だから今日はこの中で、特にエンタメ業界、あるいはライブハウスだとかコンサートだとかこう楽団とかね、こういう皆さん方たちをどうサポートしていけるかということについてお話をしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。またずっと画面を見ていられないという方は聞き流しで結構でございますので、お耳をお貸しいただければ幸いです。そしてこのチャンネルを訪れたことを皆様ご縁にですね、チャンネル登録していただきまして、下記にコメントいただきたいと思います。皆様からいただいたコメントは全て目を通した上で次の配信制作提言につなげてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今いろいろとこう資料をね、小池知事が発表した資料を見てるんですけど、やはりこう一部でクラスターと言われたライブハウスやなんていうのはずっと最後のステップまで再開できないということになってるんですね。で、ライブハウスといってももちろんその小さい箱から大きな箱、あるいは飲食を伴うね、ステージのあるバーみたいなところからたくさんいろんなスタイルがあるんですけど、音楽をこう音楽で表現活動をしてきた人たち、歌手の皆さんもそうです、あるいは演奏家の皆さん方もやはりこう発表の場がなければその機会って訪れないんですよね。僕自身もすごくライブ時間がある時にライブ行ったりとか、あるいはコンサートに行ったりしてきました。で、特に都議会議員になってからは文化事業の属議員と言われていて、都の文化事業に関してはすっごい細かいこといろんなこともサポートしてきたし、いろんな意見も政策提言も間違いもしてきました。で、そこでじゃあ例えばカラオケボックスもアウトなんですね。で、今お家の中でいろんな演奏できるとか、あるいは防音設備があるとかの方たちはリモートでやりましょうと、過去にもこの動画で紹介しましたけれども、高嶋ちさ子さんがね、バイオリニストの仲間集めたりとか、いろんな楽団やってる人たちを集めながらやったりとか、あるいは全国的に各47都道府県の若手のアーティストがですね、リモートでみんなで一つになって演奏するなんて、これ素晴らしい試みですよという話をしてきましたけれども、全員が全員、そういう環境にないですよと。じゃあ例えばお家がすごく本当にワンルームでそんな演奏なんかできないという方もいたりとか、そういう人たちずっと練習できないまま今に来ちゃってます。弦楽器だったら黙っていればまだいわゆるその唾が飛んだりしませんけれども、あと服ですね、管楽器だとどうしてもその管楽器ですと飛沫みたいな問題も出てくるので、やはりみんな慎重になってますよと。その時に今施設類型でいくとカラオケなんていう分類は全部アウトになっちゃってるんですが、例えばカラオケボックスでも一人だったらいいですよとか、あるいはカラオケボックスによってはパーティールームありますけど、そのパーティールームに本当に3密避けるような状態でできるんであれならばね、段階的に OK ですよというふうに僕はしてもよかったんじゃないかなと思ってるんです。で、一人カラオケというのはもちろんじゃあ僕もカラオケボックス行って一人カラオケで歌うってこともあれば、あるいはさて演奏の皆さんたちがそこで一人で思いっきり練習できますよっていうこともあるんじゃないかなと。だからこう役人が作るものっていうのはどうしてもその線引きが難しいとか言うんですけれども、やはり説明をして理由をつけながらいろいろとやっていかなければ、いつこれコロナが終わるかわからないので、もう終わった後にすぐ戻せなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。で、コンサートとか劇場ホールというのはステップ1では休業要請は外れないわけですけれども、例えばホール、コンサートホールとか劇場に対しては休業要請早い段階で外すけれども、まだ観客入れないでねとか、あるいはライブネット配信だったら OK ですよと言いますけれどもね。でも皆さん方がじゃあ集まって練習するとか合わせるというには、やはりそれ1日2日しかできなくて、じゃあ何日から、あさってからこの劇場とかホールは休業要請解除していいですよって小池都知事が決めても、その日にいきなり集まってじゃあライブ配信できるかといえばやっぱ難しいですよね。一人だったらまだトークショーとか一人演奏会だったら自分の中でやってればできるかもしれませんけれども、みんなが集まってやるっていうのは非常に難しいと思っているので、そういう段階を追っていく話ではあるんですが、現実問題としてみんなが
もの望んでいることであるならば、みんなが望んでいることであるならば、やはり都の役人もしっかりとですね、OK を出していく必要があるんじゃないかと思います。で、特にライブハウスというのは飲食を伴う場合もあるので、これ工業的にライブハウスの許可を取っているところは、割とその換気のシステムだとか、厳しく許可を受ける上でですね、見られているところもあれば、そうじゃないところもあるわけですね。だから一つ一つ、これ同じライブハウスといっても、いろんなライブハウスがあるので、だからすごく頑張ってるライブハウスとか、そういう3密を避ける取り組みとかに関しては、僕はもうちょっとなんか東京都ルールとかガイドラインを作って、ここに準拠してるんでオープンしますとか、もちろん席は一人一人開けるとかね、あんまりこう隣の人と一緒、よくライブだとあーって騒いだりするんだけれども、ちょっと当分の間は騒がないで、まずは楽しむだけにしてねとかっていうなんかルールを作りながらやっていけばいいんじゃないかなと思います。AKB なんかも秋葉原に劇場ありますけれども、そういう運営とかしながらも、各地区もそうですが、劇場あるところも含めてやっていかなければ、そういう文化が廃れていった時に、いざ戻っていった時に、まあ、そういうものが、例えばそれぞれ趣味だとか、あるいは余暇の時間の使い方として人間の心を豊かにしていくんじゃないかなと僕は思ってます。そういえば、前の動画で指原莉乃さんを取り上げた時に、指原さん AKB を去年4月卒業しましたと言いましたが、 AKB グループもしくは HKT48 を卒業だろうということで、もうすごくいろんな方からお叱りのコメントいただきましたので、今日この動画の場を借りてお詫び申し上げます。私もうっかり言ってしまいました。なんとなく僕の中で、指原さん最後 AKB48 ジバルデイズって渋谷なんかでもフラッグがバーッと並んだ様子を見てですね、なんか喋ってた時には、そのジバルデイズの渋谷の様子がずらっと僕の頭の中には広がっていて、AKB 卒業したと言ってしまいましたが、大変 AKB48 グループですね、AKB グループを卒業した指原莉乃さんということで、お詫びして訂正をしておきます。僕、いろんなアーティストの皆さん応援したいし、結構かなりシビア、大変だっていう話を、そういった芸能事務所あたりの皆さん方から声を聞くようになってきました。本当に深刻だと思います。でも、そういう人たちが多くの皆さんに夢とか希望を与えて、ああいうふうにかっこよくなりたいなとか、ああやって歌うまくなりたいなとか、ああやって演奏うまくできるようになりたいなって思ってきた人たちは、それ玄人とか素人問わずいたはずなんですよね。だから、そういうふうに目標に向かっている人たちのためにも、僕は早くここは戻さなきゃいけないと思うし、ライブハウスなども結構前からあるところも都内では閉めたりも始まってます。で、僕もいろいろとライブハウスだとか、いわゆるクラブと言われているものに対しての無形者だとか DJ の皆さん方との意見もずっとこの間聞いてきてますが、やはり早くそういうチャンスが戻れないかなと思うんですね。ABEMATV だとかネットの配信の中では、そういう皆さん方のコラボとか工夫しながらですね、一人でも多くの方に届けるというような取り組みをされてますけれども、やはり生でみんなでその空間を一緒になって味わうことでできることってあると思うんですよ。だから、このままでいくと大型フェスってずっとなくなっていっちゃうと。で、そもそも今年はオリンピックもあるので、サマソニの開催がどうなるとか、結構夏場のフェスっていうのは、もともと会場の関係とか、あるいはオリンピックと兼ね合いの中で集客もあって少なくなってる中での、次々中止中止中止ってくると、やはりそこに携わってた技術職の皆さん方が、もしここで離れちゃったりすると、仮に違う職業とかついて元に戻れなくなったりすると、実はそのフェスの運営自体も厳しくなってしまうんで、よく文化事業というと、こう日本古来のものとか、江戸の文化とか、茶道とか、華道とか、書道とかってみんな思うんですけど、そういう DJ なんかも今や日本のね、クラブ DJ なんかも日本のある街の風景でもあるので、そういう文化事業としてお支えしていけるようなね、一緒になって共存共栄できるような仕組みというのを考えていきたいと思いますんで、ぜひご覧になっている皆さんの周りに、こういうアーティストの話聞いたよとか、こういう、まあ、施設側の悩みがありますよとなれば、ぜひ教えてください。で、僕も定期的にそういう人たちとも常に意見交換をしながら政策提言してますんで、ぜひ新しい生の声をお聞かせいただきたいと思います。今日はこの辺りにしますが、とにかくロードマップの中においては、単純な括りではなくて、やはり細かい業種別、あるいは同じ名前の施設ですけれども、取り組み方が違ったりするので、ちゃんとやってる皆さん方には、一日も早く営業を再開
する、あるいはそこに行きたいと思っている人たちのためにもですね、そういう目安というのを早く作って、お示しして、運営者の皆さん方と早く再開にこぎつけられるように私もお手伝いしていきたいと思います。今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また皆さん方のご意見をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。